LINE 株式会社が運営する小説プラットフォーム LINE ノベル、2020年8月31日をもってそのサービスが終了するとのことが発表されました。こちらの LINE ノベルは株式会社ストレートエッジの三木一馬さんが統括編集長として新レーベル LINE 文庫と LINE 文庫エッジが創刊となりました。 LINE ノベルは2019年の8月からサービスが開始しておりましたが、今回わずか1年という期間で、その幕を閉じることとなりました。LINE はないです、はい、LINE はないです。見ますか、もう一回。死体蹴りみたいになっちゃうけど、 LINE はないです。今月、先月1冊です。先々月 2冊です。その前1冊、さらに前1冊、もうさらに前2冊、もう死にかけですかわいそう、かわいそうって言ってもね、だってせめてさ、公式サイトぐらい作ろうぜ。 LINE ノベル公式ブログってなんでこれしかないんだよ、わけわかんないよないつ作んだよ。どんなレーベルも作ってるぞ。ブライブ文庫だってこんなしっかりとした、こんなしっかりとしたとこ作ってんのに、 LINE 文庫ブログやで。瀕死どころかもう死んでるよ。やめてよ。 LINE 文庫はサバゲに号があるんすよ。待ってくださいよ。まだまだこれからですよ。